アンパンマンの扇風機とバイキンマンの扇風機、どっちの方が風が強いのかな。よし、バトルをしてみよう。ビューンと。風強そう。アンパンマン選手強そうです。バイキンマン選手負けてませんよ。ビューンと大きな口開けてビューンと風を送ります。どっちの風の方が強いのかな。よし、バトルだ。紙吹雪を飛ばしてどっちの方が遠くまで飛ばせるか距離を測ってみよう。よし、アンパン選手位置についてと。準備がいいみたいなんで行きましょうか。3、2、1、レッツゴー。ビューンと飛ばしていくよ。どん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 押して飛ばしていこう。どん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 飛ばそう。アンパンマン順調なんじゃないかな。もうちょっとでタイムアップだ。ここでタイムアップ。51センチか。いやいや違う、もう一個あった。56センチ。続いてバイキンマン選手。バイキンマン選手も結構口大きいからね。飛ばすよ飛ばすよ。あれれ、バイキンマンなかなか飛ばせないぞ。風の力が弱いのかな。バイキンマンも頑張ってるね。お、一気に飛んだ、一気に飛んだぞ。もっと先まで行くかな。はい、ここでタイムアップだ。32センチ。ということは勝ったのはそう、アンパンマン。今回はアンパンマン扇風機の方が強い風を送ったってことだね。2つ並べると本当に風が強そうだ。よく見ると同じ形のファンなんだね。でつけると風が強い。バイキンマンの扇風機の紹介もしてるから、そっちも見てみてね。バイバーイ。